ピアノ競争曲に蝶々方剖剣、ズバイブ11は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1784年以前に作曲した競争曲であり、ハイドンによる鍵盤楽器のための競争曲のうち、唯一広く知られている作品である。当紙番号を付けて、ピアノ競争曲第11番と表記される場合も、あるが、これは方剖剣番号でズバイブに分類されている。 鍵盤楽器のための競争曲全部に通し番号を振ったもので、ハイドンが書いたチェンバロ、またはピアノのための競争曲は、第3番、第4番とこの曲の3曲のみである。ハイドンは鍵盤楽器のための競争曲を他にも書いているが、この曲以外は1750年から1770年頃の作品であり、この曲のみが1780年代の曲である。 作曲の経緯や正確な作曲年代は明らかでないが、1781年頃にハイドンはモーツァルトと親しくなっており、このことからこの曲はモーツァルトのピアノ競争曲からの影響が他の競争曲よりも多く見られる。1784年にウィーンのアルタリアから作品37として出版され、同年にはパリとロンドンからも出版されているが、 出版された時の題は、チェンバロ、または、ホルテピアノのための競争曲となっており、どちらでも演奏できるように書かれている。現代での演奏は、モダンピアノによる場合が圧倒的に多いが、近年ではドン・コープマンが、チェンバロで演奏した録音や、ヨランダ・ビオランテが、ホルテピアノで演奏した録音なども存在する。鍵盤楽器奏者用の楽譜には、 独奏部分以外に数日期通奏低音も書かれているが実際の演奏では省略されることが多い。全3楽章構成演奏時間は約20分。第1楽章と第2楽章にはカデンを挿入する場所がある。ありがとうございます。